ホリエモンチャンネル、はい、よろしくお願いいたします。ではゲストの方をお招きさせていただきます。先日ですね、がんから復帰されました鳥越俊太郎さんお招きしております。どうぞお入りくださいませ。よろしくお願いいたします。そしてもう一方、お医者様の視点から本対談のサポートをしていただきます、大阪市立大学学長荒川哲夫先生です。どうぞお入りくださいませ。それでは寺田さんにバトンタッチさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、今回の最後の対談、そして最後のホリエモンチャンネルの収録を行っていきたいと思います。ということで、ゲストを改めましてご紹介させていただきたいと思います。鳥越俊太郎さんと荒川哲夫先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。多分大丈夫です。どうもありがとうございます。いや、だる久しぶりです。はい、実は鳥越さんは僕高校の先輩で、高校の先輩なんですか。はい、超超大先輩ですけど、はい、九州ではちょっとね知られた高校ですけど、はい、新学校なんですけど、そこの2期生ですよね。6期生です。あ、6期生ですか。6期生、ごめんなさい。僕39期生とかですね。37だ、39大先輩ですね。はい、はい、すみません、ありがとうございます。ということで、今回は予防医療のお話をがっつりとしていただきたいと思っております。はい、はい、じゃあまず鳥越さんにね、そうですね、話を聞いていただきたい。ぜひがんのお話を。がん闘病歴結構長いですよね。僕はね、65歳の時に、大腸がんが見つかりまして、ステージ何ぐらい。その時はね、ステージ2と言われたんですよ。ああ、じゃあリンパ節転移をしている感じですかね。ところがね、はい、1年2ヶ月で肺に今度は転移が分かりまして、その時肺の手術した後に先生に、鳥越さんは2とステージ2と言いましたけど、実はステージ4でしたと、4だと言われました。だ、結局大腸がんステージ4だと。で、大腸がんのステージ4というのは皆さんご存知かどうか知りませんが、5年生存率、5年間生きている確率は 17-18%、 だほとんどなくなるんですね。だから私はその後右の肺も手術して、で最終的には肝臓に転移して肝臓を手術して4回手術しましたので、65から69までもうずっと手術をやってまして、で、それを、まあ、一応終わったので、70から順位へ行ってると。ああ、そうなんですね。そういうことなんです。じゃあもう再発してないんですか。してません。それから何年。それからだからもう12年ですよね、最初。長っ。今おいくつなんですか。77です。長っ。77。あ、そっか、でもそうだよね、77だもんね。はい、いや、ジムで結構すごいのよ。何を実際されてるんですか、トレーニングとしては。いや、それはいろいろ種目はいろいろあるんだよね。はい、まあ、堀江さんも、はい、それはまず歩いたり走ったり、うん、その重いものを上げたりベンチプレスやったり、うん、あ、でも良かったですね先生。あれなんですか、そんなに再発しないケースって結構レアじゃないですか。はい、そうですね。ですので平均すると数値として出てきますけども、それ個体差がありますよね。結構そういう薬の効き目の強いよく効く人と、はいはいはい、そうじゃない人っていうのが、でそれで平均、まあ、18% ぐらいの5年生存率ということですけれども、まあ、鳥越さんはそういう打ち勝つタイプだったんだと思うんですね。ですからもっと早く亡くなっている方も中には含まれていますので、平均するとそのパーセントになるけども、だからまあ、4期というのはもうね、ついこの間、小林真央さんがお亡くなりになりましたね。34歳で、あの方はだから乳がん4期ですよね。まず結構そのがんについて僕もなんかその予防医療普及協会やったおかげでめちゃくちゃ詳しくなってるんですけど、はい、いろんなタイプがあって、はい、乳がんって比較的難しいですよね、がんの種類でいうと。ただですね、最近その分子標的治療っていうお薬が出てきて、そのがんが発現しているその受容体っていう突起があるんですけどね、そういうものが3種類あって、それをターゲットとする標的薬ができているので、昔例えば5年10年前だとかなり予後の悪い乳がんでも
今はその薬がぴったり はまるとですね、完治できると。本日の居酒屋ホリエモンチャンネルはここまで。今回は大阪ホリエモン祭りで各業界で活躍されている方にお話を伺いました。大阪万博誘致に力を入れている大阪府知事松井一郎さん、株式会社ドワンゴの取締役夏野剛さん、 J リーグ初代チェアマンで現在は日本バスケットボール協会エグゼクティブアドバイザー川口三郎さん、最後はジャーナリストでありニュースの職人鳥越俊太郎さんと、公立大学法人大阪市立大学理事長兼学長荒川哲夫さん、皆さんの活躍にぜひ注目してみてください。さて次回はどんなお話が聞けるのでしょうか。お楽しみに。メルマガ登録はこちら。チャンネル登録もよろしくね。内容を読み上げたページが